素晴らしい演奏ですわ。なあ、君か。どうしたの？俺には必要ないし、無駄な時間だからね。別れを祝ってどうなるの？それに、本当の別れは祝うものじゃない。ある日、突然やってくるもんだよ。ねえ、そもそもどうして君は俺に構う？俺のことなんて放っておけばいいじゃない。それなのにわざわざこうして俺に構って、君に何の意味があるの？こんなに決断力もなくて、過去に囚われたままの俺に、価値なんてないでしょ。何それ。俺に同情でもしたつもり？君が、俺のことを好き？本当に君は、俺でいいの？そう。いいよ。俺の隣にいてくれても。ただ、一番じゃなくてもいいならだけど、俺にとっての一番は、どう考えてみても姉なんだ。
考えないようにするって言ったけど、やっぱり無理だった。俺の中から姉を消すことなんてできない。君には感謝しているし、嫌いじゃないよ。でも君を俺の一番にしてあげることはどうしてもできないんだ。本当に突然いなくなったりしない？今の言葉、もう一度言ってくれないかな？今の言葉、姉が俺に言ってくれて、もう一度。泣かないで。そうだ、君の好きな曲をピアノで演奏してあげるよ。この曲、君好きだよね。そうでしょ？姉もこの曲がとても好きだったんだ。